お待たせいたしました。2日間にわたってお送りしてきたドライバーによるモータースポーツ未来会議の内容をですねご報告する時間となりました。ということで森蔵さんにもいらっしゃっていただきました。お帰りなさい。はい、報告する準備はよろしいでしょうか。はい、まずは一旦ちょっと B ステージ投げていきたいなと思います。片岡さん。はい、片岡です。このグラフィックレコードもうね一つ一つ紹介してしまうともう時間が足りなくなってしまうんですが、まあ、本当に最初はね三浦選手の2連覇おめでとうございますなんてところから始まりながらですね、まあ、早速こう会議に入っていきまして、まあ、やっぱ小学校で、ね、エンジンの音とか聞いてほしいよねとかですね、まあ、こういろいろ進んで、なんか中島選手気になるとかあります？そうですね、僕はやっぱりこの地域との連携だとか、まあ、ディーラーさんのスペースなんかね使っていろんなイベントできるんじゃないかなっていうところはすごく気になりましたし、はい、実現できそうだなって思いましたね。でもね、どんどんですね、まあ、こうゲームやりましょうとかですね、まあ、いろいろあった SNS、 これはもう実際すでにこの会議中にもう進んでますけどもう立川さんが SNS を始めるというねまあ中島副会長も対処してできる、ね、自分で始めましたので、ね、はい、これからぜひ見てください。それからあとはサーキット。そうですね、この辺サーキットへの要望、環境を良くしようっていうところが多いですよね、うん、学生フォーミュラーすごく車が好きで作る側が好きでやってる方たちもたくさんいるので、やっぱそういうところにもっとスポットが当たってそういうところを目指す人が増えるとね、より車業界としてはいいんじゃないかなと。はい、今も何点かご紹介していただきましたけどたくさんあるんですね。普通ね議事録っていうとね、なんか言葉だけ並んでね、あ、そうですね、なんかその誰がどういう雰囲気で言ったのかなっていうのがわからないような議事録って多いですけど、普段過剰書きですもんね。こういうねイラストでねいろんな会話が出たっていうのは本当に良かったなと思うし、同時に出席者のね皆さんなんかその個性よくね、人は外見では分かんないんだなとね、結構可愛いとかあるなとかね関口さんのこと言ってるわけじゃないよそういうね、そういうところもきっとね見ていただいてる方に、まあ良かったんじゃないかなと思ってますよ。ご報告したいもの、はい、ぜひ発表していっていただければと思います、はい、まず一番最初に冒頭にあったやっぱり小学校とかにレーシングカーを持っていてエンジンかけるっていうことは、うん、これは現実的にできるんじゃないかなと、うん、思ってます。音で五感でモータースポーツを楽しむっていうことを考えて、やっぱり車を持っていってこのエンジンサウンドを聞いてレースって面白そうな行ってみたいな、うん、そのワクワクを持っていく最初にきっかけを作ってあげるっていうことはできていけばなと思います、うんうん、もう一つはこれもできそうなのかなと思うんですけど、プロドライバーによる安全運転講習、危険回避講座、そういうことをしながら行政の方たちと交流を深めて、例えば警察の方とコラボをして僕ら運転を教えますっていうことと、機械に何かできないかなとか、個人的にはやっぱ救急車、まあ、交差点もちろんサイレンを鳴らして渡ってくるんですけど、そういう時にもうちょっといいブレーキの踏み方したら、まあ、病院の人も気持ちよく安心して乗れるんじゃないかなっていうところで、うん、まあ、僕たちがもし活用していただければ社会的に貢献できるのかなと思うことがもう一点になります。レースのきっかけって何なんだって言った時に、片岡さんはラジコンがスタートだったって言った、うんうん、今まであんまりラジコンとモータースポーツってきっかけがなかったんですけども、片岡さんどうですかね。実際僕はラジコンをきっかけにこのモータースポーツに入れたりしたので、何をきっかけに好きになるのかわからないので、本当にそういう機会をね増やしていきたいと思っています。で次になります、ファンと接する時間を増やす、特にディーラーファンサービスをするのもいい、 GR ドライバーとして僕たちの運転っていうのをもっと体験してもらいたい、話を聞いていただきたい、まあ、それをもってサーキットに来ていただきたい、ファンサービス会をもっとできないかなとか、うん、そこにはやっぱりトヨタ自動車の社長という秋代さんの力があれば、うん、現実的かなと思うので、これもぜひやっていければなと思います。ドライバーのウェアファッションブランドをコラボするっていうよりも、もうちょっとファンが着やすい服をコストを下げてどうやっていろんな人にグッズを買ってもらうかみたいな、その今の意見だけでもね、はい、分かれるんですよ、いろいろカテゴリーが、はい、一つはねその体験でしょ、はい、体験のとかやっぱり小学校でエンジンやるとかね、サーキット走ってみたいとか、そういうのは体験ですよね。でもう一つのくくりがね、教育人材育成、はい、でプロドライバーから運転を習おうとかね、はい、例えば私自身が成瀬さんから運転の講習を受けようというきっかけになったのは、あんたみたいに車の運転のやり方を知らないのにああだこうだと言うなっていうのがねきっかけなんですよ。でも正しい運転の仕方を知りなさいよっていうことと、あとは我々危険なことやってんだよっていうね、
それをまず教えてもらったんですよね。だからモータースポーツって言うと楽しい楽しいって言うんだけど、やっぱりあれだけの重いものがね、あれだけの速度で違ったサーフェイスの上をね、走ってるわけだから、それをいかに安全にやるかっていうのが大事です。だからこれはね、教育人材育成のところになるんじゃないかなと、うん、もう一つがレースに関わったきっかけですよね、はい、さっき出たラジコンだとかね、もう一つはね、ドライバーたちがやりだす SNS、 それと4個目が仲間作りだなと思って聞いてました、はい、ね、あ、なるほど。ファン作り、仲間作り、仲間作りの中にはやっぱり S 体なんかでね、水素エンジンで出たじゃないですか、はい、で最初はカムイの一言でね、やったら面白いねっていうことで始まったんだけど、使う側に選択肢を出そうと言ってたのが最初ですね。ところが水素社会を実現するには水素を作る、運ぶ、そして使うで、使うだけで参加してたのがエネルギーを作る側が増えてきた、それから運ぶ側が増えてきた、こんな形でね、販売店を巻き込んだりね、いろんな人を巻き込む、それからあとは告知もここに入るかもしれませんけどね、でそれから衣装とかね、そういうようなものがこういう4つにカテゴリーされたのが1日目だったかなと思いますね、はい、2日目の言っていいですか、社長 S 隊に出てる時に、うん、ルールってややこしいと思わないですか、ちょっとレースの思います、全部のレースでサーキットによってちょっとルールが違うかったりするんですけど、うん、もうややこしい、うん、これをやっぱり共通化にできないかなと、うん、っていうのが、うん、レースの運営側に訴えるかける感じになると思うんですけど、うんうんうん、これは僕らが簡単にしてほしいって言ってるわけではなくて、うん、お客さんがレースを見てるときにルールが分からないからあんまり深く入れないっていうコメントがあったことで、まあ、こういう案はどうかなと思ってるんですよ、しかも今回ガズブースでね、はい、発表したGT3 コンセプト、はい、あれなんかはね、スーパー GT の GT300 に出てくる GT3 と、スーパー耐久のあれと、例えばルマンに出てくると、はい、アメリカのね、なんとかって、これ全部違う車ってのも問題でしょと、はい、ゴルフ場で世界中で回る、にはね、ある程度同じルールがあると思うんですよ、うん、そうですね、でその中でどうしてもね、地域的にこのローカルルールっていうのはあるけど、今ローカルルールがメインなんですよ、はい、ちゃんとしたね、ディファクトっていうのがあってね、はい、今はいろんなレースがいろんなカテゴリーでやってるけど、その親分にいるのは FIA、みたいなのがいるわけだから、はい、だからぜひね、その流れをね、はい、やっていく必要性があるなと思います、はい、そして、次に行きます、体験になるんですけども、うん、お客さんがサーキットにせっかく見に来たんですけど、うん、レース後に自家用車でサーキットを一周走って、うん、僕らがどんなところでレースして帰ったんだっていうのを見てもらうような取り組みがあっても、お客さん、なんて興味持ってもらうきっかけできるんじゃないかなとか、喜んでもらえるのかなっていうことが、うんうん、まあこれは体験の方で、うん、ありますね。カムイさん、ちょっといいですか、はい、コメントでですね、うん、森蔵さんがご自身でメモってる姿をもう、すごく今バズってるんですよなんでそのノートに書き込んでるのちょっとちらっとパッて見せたりってできます。こんな感じで、さっき言ったの忖度なしで見せてくださいました。ありがとうございます。すごいちゃんと書いてくれてる、はい、ちゃんと書いてくれてるんです。ありがとうございますありがとうございます。いやもう本当にまさに今社内の公開会議を見てるようだっていうコメントがたくさん入ってて、そう会社もね、誰も社長に気を使ってくれないんで、はい、いやそんなことないです、ね、大企業って大変なんですよ同情してください。まさにそれが趣旨なのでね、はい、この未来会議、はい、亀井さんお願いします。すみません、続きをどうぞ、はい、次、サーキットってこう、うん、一つのコーナーとか一瞬しか見れないんですよね、レース観客席、うんうんうん、でも国本裕二さんからスタジアムですね、うん、そういうところでレースイベントしたら、要するに観客スタンドからどの角度からでもそのイベントを見れるから、お客さんがもっと楽しめるんじゃないかというアイデアです。あれ現状復帰なんだよね。そうなんですよね、道を作ることは可能なんだけど、はい、その戻す、あと戻しなさいとかね、コストもあるというの、はい、そうですね、今後でもそれって面白いよね、はい、まだまだいきます、宮田理智選手からイベントで道場走行を行う、まあ、最近日本でやってるシーンはちょっと非常に少なくなっているのかなと思うので、やっぱりこういうのを再開して、正直 GR ヤリスのトラックバージョン、うん、MN のあれでサーキットを走れたら、限定だからこそああいう場に来てプロドライバーの横で乗れるってなったら、お客さんすごい喜ぶと思うので、やっぱりそういうのは活用すべきなのかなと思います、うん、走行を生で見てもらうとファンになると。さっき発言した内容がもうそこもうなってるんですよ、はい、入ってます。さっき
森蔵さんが走ったのをやっぱり生で見たらすごいわけですよ、迫力が。じゃあファンになったわけ？はい、ファンになりました。やっぱ B スタジオの皆さん、お話ししていただいていいでしょうか。水泳教室とかピアノ教室とかそういうものって小学生から触れる機会ってあると思うんですけど、運転教室っていうのはなかなか小学生、中学生、高校生向けっていうものはあまり聞いたことがないんですね。実際うちから車というものに触れることによって、でまた僕らの技術をですね、伝えることによって、事故が減ったり、ということになるんじゃないかなと思って、僕がやりたい、社会貢献の一つの案です。そうですね、ということで、はい、まあ、本当にまだまだ本当はあるんですけども、これは社長としてどうですかね。これやったら面白いよねとかね、これいいアイディアだよねっていうアイディアは僕いっぱい出たと思います。ありがとうございます。そういう中においてすぐ僕に提案をしてくるときっていうのはソリューションを求められるんですよね。なるほど。 S 体でやってきたことも水素社会の実現もね、全てソリューションを一つやったところで多くの仲間たちから共感を生まないと、はい、大きな変化にはなっていかないんですね。でちょっとこの6時間の中でなかったのはね、なぜできないんだろう、はい、というところが抜けてたような気がします、はい、もう少し他の仲間にもね、少し勉強をする時間をいただきたいなと思いますね、はい、僕にはいろんな顔があるじゃないですか、はい、今日は昼間はね森蔵の顔を見せました、はい、そして今はトヨタの社長の顔を見せてますけど、もう一つね、自動車工業会の会長という顔もあるんですよ。なぜ自動車工業会の会長としてものを言った方がいいかというと、やっぱり多くの仲間を得るためにはね、やっぱり自動車工業会の中に例えばモータースポーツ部会的なね、ものを作り、そこでねちょっと勉強会をさせてもらい、はい、体験面とかね、人材育成教育面とかね、そういうカテゴリーで、それからレースに関わるきっかけをどう作っていこうか、それから仲間作りは一体どんなことをやればいいのか、競技の運営、それから見るスポーツでのとしての魅力、はい、多分ねそのぐらいのカテゴリーでまずはやり始めたらいいんじゃないのかなというふうに思います、はい、ですからこれはね私が自己会会長として、はい、これを引き取って勉強会の一つの、まあ、テーマとしてやってまいりますので、はい、自動車工業会の方でもね、例えば JAF さんとね連携するとか、いろんなレースのカテゴリーの方々とリファクトなルールはどうするか、そういうそのね、なんでできないのっていうようなところをね、突っ込まさせていただきたいなというふうに思います。何でもかんでもね、コロナが終わったら全て解決するよじゃなくて、こういうコロナ禍で自由に人も会えない、自由に動けない、こんな時にこういう未来会議みたいなものを招集したところね、こうやってラリーカテゴリー、そしてサーキットカテゴリー、はい、こんな皆さんが集まっていただいてね、ファンの人もこれに参加いただき、いろんな案をねいただいたこと、本当に改めて感謝申し上げたいというふうに思いますし、何よりもモータースポーツを普通のスポーツ扱い、他のメーカーたちも巻き込みながら、ぜひそういう動きにつなげたいというふうに思いますので、応援および共感いただいてね、ご意見があるところはいただくような形で進めていったらどうかなというふうに思ってます。はい、森蔵さんありがとうございます。この未来会議なんですけども、今回で終わるわけではないと思ってます。これからも、続いていって、未来ある若い子たちが、モータースポーツ、レーサーになることを夢見たり、例えばメカニック、エンジニアも彼らが胸を張って、この仕事をしてよかったなって言われる業界に変えていくことが大事なのかなと思ってます。この未来会議を通じて力を貸していただきながら考えていければなと思います。最後に豊田章男社長としてじゃなくて森蔵さんとして締めのコメントをいただけますでしょうか。はい、今回ね、結局ね私全部参加しちゃったんですよ。初めはね、はい、またねプレスブリーフィングだけだったの。それで行かないと言ってたね、練り歩き入っちゃったでしょ。それで昨日も30分で失礼しますっていう1回目も、はい、2時間、はい、2時間いらっしゃって、で今日もさっき走ったでしょ、はい、これはねやっぱりねオートサロンに感謝ですよ。というのはオートサロンはやっぱりね車好き、はい、ね、そして運転大好き、こういう人間たちに支えられてるところだし、私自身今年の自分自身の目標はね、自己会会長でもない、トヨタの社長でもない、森蔵でもない、マスタードライバーでもない、
一人の運転好きの人間として車に乗れる時間をいかに増やすかというのが目標なんですけど、この3日間結構その時間いただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。最高。